はい、こんにちは、まとめです。本日はメンズファッションの大定番アイテムであるバスクシャツについて紹介します。バスクシャツのルーツだったり、バスクシャツの御三家、バスクシャツはいつ着るの、バスクシャツを選ぶ時の5つのポイント、おすすめのインナーだったり、人気5ブランド比較、おまけにコーディネートだったり、洗濯のコツまで紹介していきます。なのでこの動画さえ見ておけばバスクシャツに関しては全てわかります。ちなみに今回おしゃれで使いやすくてトレンド感もあって大人っぽいデザインで高級感もある、そんなバスクシャツも発見したので皆さんにご紹介させていただきます。なのでかっこいいバスクシャツが欲しいな、人とは違ったおしゃれなバスクシャツが欲しいな、などなど、自分にぴったりなバスクシャツが必ず見つかる動画です。バスクシャツは超有名デザイナーでも愛用するくらい普遍的な魅力ある超定番アイテムなので、ぜひ最後までお付き合いください。結論、おすすめのバスクシャツはリノです。ではどうしておすすめなのか、他のブランドと比較してどこがいいのか、はたまたバスクシャツカジュアルすぎて着にくいのではと思う人もいるでしょう。そのあたりについてこの動画でお話ししていくので、ぜひ最後までお付き合いください。僕はアパレル会社の代表として複数のブランドを運営していて、普段のコーディネートで言うとこんな感じ、そしてこんな感じと、とにかく洋服大好きな僕がプロの目線で定番5ブランドのバスクシャツを比較、おすすめも紹介するので、この動画さえ見ればあなたもバスクシャツを取り入れて新鮮な気持ちでファッションを楽しめます。フレンチカジュアルの定番でもあるバスクシャツ、横に広いボートネック、ボーダー柄、厚手のコットン生地、これらが特徴で、1枚着るだけで程よい差別化ができるカットソーです。あのパブロ・ピカソが着用していたことでも有名。そもそもバスクシャツって何なんですか？ですね、バスクシャツはフランスとスペインにまたがるバスク地方の漁師が着用していたことが始まりと言われていて、今ではフレンチカジュアルの代表的なアイテムとして様々なデザインのものが登場し、幅広い年代から人気を集めています。浅い船底のように横に広く開いたボートネックと呼ばれる首元にラフな風合いの厚手のコットン地、可愛らしい縞模様のボーダー、そしてやや短めの七分から九分丈、これらがバスクシャツならではのデザインですが、実は全てのデザインには意味があります。ファッションにおいてアイテムのルーツを学ぶことはおしゃれへの第一歩です。全ての洋服やアイテムには元となるルーツが存在しており、それを知ることでデザインの意味や機能美に気づくことができるからです。こうした知識は持っておくだけで自信となり、それは自然とね、おしゃれな着こなしへとつながります。バスクシャツ、こちら誕生したのは16世紀頃になります。この名前の由来もね、バスク地方で生まれたことにあると言われていて、バスク地方って様々なアイテムの発祥地なんですよ。例えば夏の定番シューズであるエスパドリーユだったり、ベレー帽もバスク地方がルーツと言われています。そしてこちらのバスクシャツなんですけど、作業着がルーツになっているので、全てのデザインもちろん意味があります。例えば横にね、広く開いたボートネック、これは海でこのシャツ自体が濡れた際に脱ぎやすくするためのデザインです。そしてこちらのボーダー柄は海に転落してしまった際に目立ちやすいように取り入れられました。厚手のコットン地は船の上での海風に耐えるためのもので、短めの袖丈は水濡れだったり作業時の器具への引っかかりを防ぐために採用されています。このように全てのデザインは船乗りが認めた機能美に裏付けされた衣装になっています。そんなバスクシャツなんですが、この機能美が評価されたので1850年代に入るとフランス海軍のユニフォームとして採用されます。これは現代においても続いているので、由緒正しきマリンアイテムとも言えますね。ちなみに今でこそ様々なカラー展開がされているバスクシャツですが、もともとは青白のボーダーでした。この配色は当時のフランス国旗から採用されたと言われています。このようにバスクシャツは船乗りたちのワークウェアであり、海軍の制服にも採用されたミリタリーウェアでもあります。そして1920年代頃に入ると、これまで船乗りの作業着であったバスクシャツが画家の影響を受けて大衆ファッション化します。そのきっかけとなったのがアメリカ人の画家であるジェラルド・マーフィー。彼は海辺でのリゾートファッションとしてバスクシャツをおしゃれに着こなしてみせました。これを真似したのがかの有名だったピカソです。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ピカソはね、バスクシャツを愛用していたことで有名で、このことからバスクシャツには芸術家のイメージもついています。芸術家というと絵の具で汚れたバスクシャツ、ロン毛、丸
丸メガネのイメージ結構あるんじゃないかなと思います。そしてこの流れは画家にとどまらず、小説家として有名なヘミングウェイだったり、南フランスのリゾートでバカンスを楽しんでいたセレブたちの間で大流行しました。これらを見た一般市民たちが憧れの存在が着る服としてバスクシャツを真似し始めたことで、やがてファッションとして定着するようになったのです。そんなバスクシャツなんですが、様々なブランドの中でも御三家と呼ばれるブランドがあります。それがセントジェームズ、ルミノワ、オーシバル、こちらの3つ。まずセントジェームズから紹介したいと思います。1889年創業で、御三家の中で最も古い歴史を持つのがセントジェームズ。今でもバスクシャツ誕生の地であるメイドインフランスを貫いている由緒正しきブランドです。そんなブランドを代表するモデルはウェッソン、洗いざらしのコットン生地に青白のボーダーなど、これぞバスクシャツといえるデザインが魅力です。ちなみにロゴマークがフランスの世界遺産であるモン・サン・ミシェルになっているのも特徴の一つです。ちなみにピカソが愛用していたのもセントジェームズと言われています。続きましてルミノワ。ルミノワは1936年にフランスブルターニュ地方で創業したブランド。こちらもセントジェームズと同様にメイドインフランスを貫いているブランドです。特徴は何なのかって言われたら希少性。ビジネスを拡大せずにフランスの自社工場で小規模生産を行っています。なのでセントジェームズとかと比べると御三家ではあるんですけど知名度は低め。そのため年間の生産数は少ないですが、品質の高さで言えば御三家の中でもトップクラスと呼ばれるほどです。またルミノワは約400色以上とも呼ばれる豊富なカラーバリエーションも豊富です。なので他社にない色味を探している、そんな方にはルミノワがおすすめ。続きましてオーシバル。ルミノワの少し後、1939年に誕生したのがオーシバルです。ブランド名はフランスにある小さな村の名前、これが由来になっています。代表モデル、贅沢な生地が自慢のラッセル。フランスでも数台しかない貴重な編み機で生産されるラッセル生地を使用しています。多くの糸を使って長い時間をかけて複雑な構造で編み込むのが特徴です。なので出来上がる生地はとても高品質で、通気性もいいですし、張り感のある風合いも素晴らしいです。ちなみにオーシバルのロゴでもあるミツバチのエンブレムには面白いエピソードがあります。ミツバチって自分の巣に正しく戻ってくる帰巣性が高く、出兵した海兵たちに必ず生きて帰ってきてほしいというメッセージが込められているという説があるんです。とここまで御三家お話ししてきたんですが、バスクシャツっていつ着るのっていう相談意外と多いんですよ。なのでおすすめのね、季節をお話ししたいなと思います。ズバリおすすめ、季節の変わり目。基本オールシーズンいけるアイテムではあるんですけど、半袖は寒いけどアウターを着るにはちょっと暑い、そんな中途半端な時期にはうってつけです。というのもこうした季節って長袖1枚でコーディネートすることが多いと思いますが、長袖1枚でおしゃれに差別化するのって意外と難しいんですよね。そんな時に救世主になるのがこういったバスクシャツ。一般的な長袖にはないデザインを持っているんですが、決して奇抜ではない。なので着るだけでちょうどいい差別化ができます。普遍的なボーダー柄は誰しもが受け入れられるものなんですが、無地ではないのでコーディネートした際に地味さを払拭できるのが特徴です。浅く広く開いたボートネックは嫌味になりすぎずに色気を出すことも可能。おまけにバスクシャツって硬くて生地が厚いため体型を隠すのにも最適です。生地が柔らかいと体型がねそのまま出やすいんですが、硬いと案外わからないものなんです。このようにバスクシャツは他にはない特徴を持ちつつも悪目立ちするような格好をしているわけではないので、自然体のまま周りとはちょっと違うを表現しやすいんです。というわけでバスクシャツは季節の変わり目、春、秋など中途半端な時期にこそ役立つ、そんなアイテムです。もちろんマリンアイテムとして暑い夏でも爽やかに着こなしている人も多いですし、重ね着やインナーを着込めることから冬の寒い時期に着ている方もいますし、何の問題もありません。着こなし次第でオールシーズンいけてしまう超万能カットソーです。バスクシャツを選ぶ時のポイントを教えてほしいです。はい、それではバスクシャツ選ぶ5つのポイント紹介します。カラー、サイズ感、生地、ピッチ、ネック、この5つが重要です。それではそれぞれ見ていきたいと思いますが、まず1つ目はカラー。バスクシャツでおすすめのカラーはメンズファッションの王道カラーであるブラック。せっかくねたくさんのカラバリがある中で黒白のボーダーを選ぶってちょっとつまらないなって思うかもしれませんが、迷ったらこの色選んでおけば間違いないです。バスクシャツってどちらかというとカジュアルなアイテムに属する
するので、派手な色を選ぶとカジュアル感がより増して、ちょっとね着こなしにくくもなってきますし、逆にこういった黒白のねモノトーンカラーを選んであげるとやや着こなしやすくなるので、初心者のうちはブラック、黒白のボーダーがおすすめ。ちなみにボーダーからすらもうそもそもね抵抗あるなっていう人は無地でも全然大丈夫です。探すとねボートネックで袖丈が短いバスクシャツ仕様だけど無地のものって結構出てくるんで、そういったものを探すのもおすすめ。すでに黒を持っているそんな人はマリンスタイルの青白もおすすめですし、コーディネートの難易度は上がるんですが、赤、ブラウン、ピンク、オレンジなどいろいろなね空張りがバスクシャツにあるので、そちらをチャレンジするのもとてもおすすめです。そして2つ目、サイズ感。サイズはトレンドにのっとってややリラックスシルエットがおすすめです。一般的なバスクシャツは厚手のコットン生地で作られているのでストレッチ性っていうのがないんですよ。そのためタイトなものを選んでしまうとちょっとごわついた感覚になったり動きにくかったりもします。またバスクシャツって中にねインナーを着込むことも多いアイテムです。インナーを着た際に着膨れしないためにもややゆとりのあるサイズを選んでおくべき。もともとタイトめの商品の方がバスクシャツって多いんですが、今ではトレンドにのっとってビッグシルエットだったりオーバーサイズの商品もちらほら出てきているので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにバスクシャツの中にはサイドにねスリット、切れ込みが入ったデザインのものもあります。スリットがあることによってカットソーの裾がね前後に広がるので、動きやすくなったり体のラインが出ることを軽減してくれるような効果があります。このスリットがあるかないかは好みで選べばいいレベルなんですが、がっつりねスリット入ってないとあんまり効果はないので、こういったスリット効果を求める方は数センチスリットが入っているだけじゃなくて、ね、がっつりと入っているものを選んでみてください。続きまして生地。一般的なバスクシャツはほとんどがコットン生地です。注目すべきポイントはツヤ感と厚みです。バスクシャツ先ほどもお話ししたと思うんですけど、結構カジュアルなアイテムに属するんで、しっかりとツヤのある上質な素材のものを選んであげた方が着こなしやすいです。そして厚さは肉感があって厚めのものがおすすめ。厚みのある生地って体のラインを拾わないので体型を隠すことができます。要はねどういうことかっていうと、痩せていたとしても太っていたとしてもそれが分かりにくいということです。逆に生地が柔らかければ柔らかいほど体のラインを拾うので、自身の体型がそのままに表現されやすいです。また厚めのものをね選んであげるとシワにもなりにくいですし、透け感もなく1枚で着た時に様になりやすいっていうところもあります。そして続きましてピッチ、ボーダーの幅のことですね。いつもなんとなく選んでいるボーダーのトップスもピッチによって印象っていうのがガラリと変わります。おすすめはピッチがやや細めのものです。というのもピッチって太くなればなるほどカジュアルな印象になるので、細めのものかつね先ほどもお話しした通りツヤのあるものを選んであげると結構着こなしやすくなります。ちなみにもう一歩踏み込んで選ぶならボーダーの色味にも注目です。何色なのかっていう話ではなくて、色味が濃くはっきりと表現されている方がコーディネートにもメリハリが出やすくおすすめです。ちなみに皆さんボーダーとストライプの違い分かりますか？混同されることが多い両者なんですが、ボーダーは横柄、ストライプは縦柄です。ちなみにボーダーの起源って西洋で、もともとはねマイナスのイメージを持つ洋服でした。例えば囚人服やピエロがボーダーを着用している、そういったイメージが多いはずです。このマイナスイメージがなくなった理由は、冒頭でお話ししたバスクのルーツをたどってみてください。海軍の水兵のユニフォームに用いられるようになったことで、現在はマリンスタイルなど爽やかな海のイメージに変わっています。次にネックライン。バスクシャツ選ぶ際はネックに注目してください。このネック部分ってトップスの中でも超重要ポイントになっていて、三首と言われる人の視線が集中するポイントなんですよ。なのでこのネックが変わるだけでアイテムの名前が変わるぐらい超重要なポイントになります。で、どんなネック選べばいいのかというと、肌の露出が多すぎないボートネック、なので横も縦もそんなに開きすぎてないボートネックがおすすめです。ネックが広がりすぎていると肌の露出が増えすぎてちょっといやらしい印象にもなりますし、中に着ている肌着とかも見えやすくなるわけですね。とはいえ逆に開きが少なすぎるとバスクシャツっぽさも少なくなってしまうので、鏡で見た際に違和感がないものを選ぶのがおすすめです。ちなみに先ほどバスクシャツはインナーが見えやすいとお話ししたと思いますが、そんなねバスクシャツを着る際におすすめのインナーも今回紹介していきます。インナーを着ないと汗だったり皮脂などが直接バスクシャツに伝わってしまうため、洋服自体の持ちも悪くなりますし、汗染みなんかも目立つので清潔感も損なってしまいます。なのでインナーは着る方がおすすめなんですけど、どんなインナーを着ればいいかっていうと、ズバリユニクロのエアリズムコットンタンクトップ。あんまり知られてないアイテムなんですが、めちゃくちゃおすすめで、バスクシャツとの相性もよく、見えてもかっこいいタンクトップとして着用するのがおすすめです。これに関してはしっかりとねエアリズムコットンタンクトップだけをね解説した動画用意してあるので、そちらを合わせて見ていただければなと思います。
というわけで、ここまで結構ね長々とお話ししてきたんですが、アイテムに移りたいと思います。まずはセントジェームスから。こちらセントジェームスの中でも代表作であるウェッソンというモデルです。どんな特徴があるのかというと、他のねバスクシャツと比べても、やっぱりバスクシャツらしさが一番ね詰まっているバスクシャツ。最も重要なネックラインどうなのかっていうと、浅くて狭めなんでネックが見えにくいデザインです。こちらは肌の露出が少ないネックラインになっているので、いやらしさだったりだらしなさっていうのはありません。大人でも問題なく着用できるようネックになっています。シルエットはジャストサイズ。現在のトレンドってゆとりのあるリラックスシルエットがトレンドになっていますが、こちらはトレンドを追っていません。唯一袖丈だけは今っぽく長めになっているんですが、袖幅にはボリュームがありませんし、身幅なんかは結構タイトです。ボーダーは白かけるネイビーの配色で、本来のバスクシャツっぽい色味ですね。ピッチは平均よりややねほんの少し狭めになっていて、上品な印象があります。素材バスクシャツらしくコットン 100%、 洗いざらし感のある風合いになっていて、やや硬めの生地です。手触りもね少しだけねゴワゴワした印象。このバスクシャツ裏地も目がしっかりとしているので、洗濯機でガンガン洗っても大丈夫です。着込めば着込むほど肌に馴染んでいく、そんな素材になっています。ちなみにこれ左肩部分にはセントジェームスのタグがついています。いわゆるね高級ブランドの一つになってくるので、さりげないワンポイントでブランド名が露出できるっていうのは嬉しい人が多いはず。ちなみにこのネームタグ部分、セントジェームスのブランドロゴであるモンサンミッシェルが刺繍されています。全体的にオーソドックスな印象で、バスクシャツ本来の良さが感じやすい、そんなアイテムです。ただシルエットジャストサイズでトレンドを追っているわけではないので、昔ながらのバスクシャツを探しているそんな人におすすめと言えます。続きましてこちら、バスクシャツ御三家の一角であるルミノワ。今回比較した5ブランドの中で最もオーソドックスなバスクシャツがどこかって言われたらこちらになります。まずネックラインからいきましょう。横幅は平均的なボートネックで、高さはやや深めになっています。高さがね、まあ出すぎるとちょっとね肌が露出が激しくなってしまうんですが、ギリギリ許容ラインかなといったところで、別に着こなしが難しいとかいうネックではありません。ピッチは平均くらいで結構オーソドックス。トップスのシルエットって袖でね結構印象が変わるものなんですが、こちら袖幅が結構タイトです。結構細身になっています。そして身幅タイト寄りのジャストサイズ、着丈もジャストなんで、シルエットにおいてトレンド感っていうのは一切ありません。素材はバスクシャツらしくコットン 100%。 そして今回比較した5ブランドの中で一番硬いです。もう触った瞬間硬って誰しもが思うぐらい硬めの素材になっています。そして肌触りは結構ゴワゴワしてますね。そしてサイド部分、ほんのりとスリットが入ってます。少しだけ切れ込みが入っています。そして左肩、セントジェームスと同様にルミノワのロゴ入りネームタグが刺繍されています。ちなみにネームタグには、こちらのねネームタグにはブランド名に加えてメイドインフランスの文字が入っています。ここにメイドインフランスって書いてあるんですが、ルミノワのフランス製のこだわりが感じられるポイントになります。今回比較したブランドの中では、こちらのルミナーのバスクシャツ、簡単にまとめると最も伝統的なバスクシャツ感があるアイテムです。なのでセントジェームスと同じく昔ながらのバスクシャツを味わいたい、そんな方にはおすすめです。続きまして御三家最後、大芝居いきたいと思います。今回は大芝居のハイエンドラインである大芝居デュプイのバスクシャツを購入しました。他とは一風変わったデザイン性が高いバスクシャツになります。まずはネックラインからいきましょう。横幅高さともに平均的、ちょうどいいネックラインのボートネックです。ピッチは結構広めになっていて、ややカジュアルな印象。そしてですね、ここが重要なんですけど、肩周りに切り替えのボーダーが入っているのが分かるでしょうか。普通ここもつながっていると思うんですけど、ここに切り替えています。これが結構特徴的で、本来のバスクシャツにはないデザインなので、今っぽいねデザイン性が高いアプローチをかけているっていうのがよくわかります。ちなみに袖丈は結構長めで、袖幅も広め、ゆとりなる今っぽい袖ですね。今っぽいトレンド感のあるシルエット。そしてサイドのデザインが結構個性的、特徴的になっていて、深めのねジップがついています。色もこれゴールドなんで結構目立ちますし、これよくよく見るとわかるんですけど、ジップ周りのここの縁ですね、パイピング部分にはレザーを使っていて、細かい部分なんですけど高級感はかなりあります。ちなみにこちらのジップ部分最大限まで上げると結構ね深くなっているんで、シルエットにも影響あって、前後がねちょっと開くようになってきて、かなりゆとりのあるシルエットになります。これによってスタイルをね綺麗に見せることもできるんで、結構今っぽいバスクシャツに仕上がっているのがこちらのハイエンドラインの特徴です。そしてこちら御三家全部そうなんですけど、左肩部分にネームタグがあります。そして素材はバスクシャツらしくコットン 100% なんですが、コットンにしてはしっとりとした肌触りで、かつツヤも強いです。
高級感のある生地感になっているのがこちらのバスクシャツの特徴です。これがなぜなのかっていうと、コットンの中でも高級とされる長調綿を使っているからですね。長調綿って確かにユニクロでも使っているわけなんですけど、ユニクロがちょっとおかしいだけで、もともと本当高級素材なんですよ。繊維が長くしなやかで綺麗なツヤが出るのが特徴で、いわゆるコットンの中ではかなり高級とされる素材です。本家オーシバルから出るバスクシャツってオーソドックスなものなんですが、こちらのハイエンドラインから出てるバスクシャツはまさにブランドが作ったかのような個性的な仕上がりのアイテムです。なのでカジュアルなバスクシャツだったり、まさにこれをねパッと見一目見た印象で好きって思った人には超おすすめです。続きましてウティ行きたいと思います。日本のブランドなんですけど、バスクシャツといえばウティっていう人も多いぐらい人気ブランドで、日本のユニセックスブランドです。ブランド名のウティにはフランス語で道具、ツールといった意味があり、人と人をつなぐため、生きるための洋服という思いが込められています。別にバスクシャツの専門ブランドっていうわけではないんですが、今回紹介しているトリコアウールが結構人気なので、今回の動画でも取り上げています。まあ、どんなバスクシャツなのかというと、オーバーサイズでウールで編み立てた秋冬仕様のバスクシャツなので、これまでのバスクシャツには見られないニューベーシックのようなバスクシャツです。まずはネックラインからいきましょうか。ネックラインがね結構特徴的でめちゃくちゃ広いんですよ。もうパッと見で分かるぐらい広いと思うんですけど、これ着用したら結構存在感あります。特に深さがねあるわけじゃないんですけど、横の開きがかなり強くて首元がバックリと露出します。ネックは詰まっていた方が着せられているような印象、特にオーバーサイズのアイテムだと着せられているような、ね、印象になりにくく、詰まっていた方が着やすいんですが、こんな感じでネックが開いてると結構難易度は高めです。なのでビッグサイズのシルエットがよりねビッグに見えるような作りになっています。なのでファッション初心者、入門者ではなくて中級者、上級者におすすめのバスクシャツ。袖もかなり長めになっていて、袖幅も広めです。そしてピッチも平均と比べるとやや広めになっていて、ややカジュアルな印象。左肩にはこちらもウティのタグがついています。ちょうどねこの黒色のボーダー部分にかぶせるように刺繍しているのであまり目立たないんですが、カジュアルな印象を与えるディテールの一つにはなります。そしてバスクシャツ、基本コットン 100% なんですが、こちらはなんとウール 100%。 コットンにはない見た目の高級感があって、肌触りもめちゃくちゃ柔らかく落ち感も強いです。そして伸縮性があるのも特徴、ちょっとストレッチ性があります。横方向への伸びが強いんで着心地はノンストレス、着脱もスムーズです。ウティ独自の解釈でデフォルメされた他にはないバスクシャツ。トレンドのオーバーサイズは今風ですし、ウール 100% 高級感も抜群なので結構面白い一着です。個人的にはこのネックがね結構広めなんで万人にはおすすめしにくいんですけど、このネック部分が気にならない、そんな方にはおすすめしたい一着です。続きましてこちらリノ。リノも日本のファッションブランドで2015年に誕生したブランドになります。ベーシックな服作りが特徴で、冒頭でもお話ししたんですけど、個人的にはバスクシャツリノが一押しです。こちらもネックラインから見ていこうと思いますが、横幅が広めで高さが浅めになります。これが結構ね絶妙なバランスになっていて、肩着は見えにくいけどボートネック感はしっかりと残っている、すごく着用しやすいネックライン。そしてシルエットは身幅が広いオーバーサイズシルエット、袖丈も長くて袖幅も広いので全体的にリラックス感があるシルエットになっています。洋服ってねゆとりがあるものを着用してあげると体型を隠しやすくてスタイルよく見せやすいんで、とてもおすすめのシルエットです。ボーダーのピッチ結構狭めになっていて上品な印象。そしてこれ生地もすごく良くて、厚みはしっかりとあるのにバスクシャツとは思えないぐらいちょっと柔らかいんですよ。柔らかいと体型ってね分かりやすくなってスタイル悪く見えがちなんですけど、これオーバーサイズなんで結局スタイルは分からないわけです。なので厚みもあって高級感もある、でも柔らかくて着心地もいいと、結構いいとこ取りしたアイテムです。そして見た目のねツヤ感もすごい、超高級感あります。リノのバスクシャツはバランスの取れたボートネックの開き具合や現代風のリラックスシルエット、計算されたこのボーダーのピッチ、高級感のある生地感などどこを取っても非常にバランスがいいです。これ一着で様になる、大人が着られる、洗練されたバスクシャツと言えるでしょう。個人的にはねやっぱ今回比較した5ブランドの中では一押しです。とはいえやっぱねそれぞれいいところはあるので、皆さんの好みに応じたバスクシャツ見つけていただけたらなと思います。
ということで、そんなおすすめのアイテムリノのバスクシャツを使ったコーディネートを一つ作ってみました。バスクシャツにうちのワイドテーパードパンツ、コンバースとステューシーのコラボのスニーカーですね、それにサングラスとサークルバッグを使ったコーディネートになります。ちなみに僕身長170センチ55キロでサイズ2番を着用してこれぐらいのサイズ感です。モノトーンのコーディネートなんですけど、ボーダーだったりパンツの紐を垂らしてステッチの効いたスニーカーで表情を出したコーディネートです。バスクシャツならではのフレンチカジュアル感もコーディネートで若干出しています。バスクシャツってカラフルなコーディネートにすると結構子供っぽくなりがちで、コーディネート自体ね難易度上がってくるので、こんな感じで色数を抑えてコーディネートしてあげるのがおすすめです。もちろんね、中上級者の方だったら全然大丈夫なんですけど、まあ、初めてバスクシャツ買うとかコーディネートあんまり自信ないななんて方はこんな感じのを参考にしてみてください。また数年前からノームコアというすごいシンプルなコーディネートがおしゃれとされる時代から、少しずつ華やかな方へとねファッションのトレンドというのが移行してきています。そういった流れも組んで、メガネをかけたりとかバッグを持ったりとか小物を使うことによって装飾性を出しているっていうのもこちらのコーディネートのポイントの一つです。ここで一つバスクシャツ購入したい、これから購入しようかな、もうすでに持っているなんていう方に向けてワンポイントアドバイスなんですけど、バスクシャツって基本的にコットンで作られていることが多くて、洗濯すると縮むんですよ。おまけにバスクシャツって厚地のコットンで作られていることが多いんで、縮みの影響が普通のコットン T シャツよりも多くて、割とサイズ感が変わります。実際バスクシャツ御三家であるオーシバルなんかは縮むことで有名で、その縮みでね悩む方も多いんで、洗濯のコツをお伝えしておきます。まず一つ目、洗濯ネットに入れる。そして2つ目、弱めの水流で洗う。そして3つ目、脱水は軽めにする。そして4つ目、熱を加えない。こうやって洗うと結構ね縮みは軽減されますし、ダメージもね少なくなるんで、ぜひ参考にしてみてください。ここまで全てわかるバスクシャツということで、あらゆることに関してバスクシャツのね全てをねお話できたんじゃないかなと思っているんですけど、実はここまでね詳しくお話ししたのには理由があって、実はちょっと前から、もう結構前からかな、バスクシャツずっと作り続けてるんですよ。なかなか納得いくものができないんで、まだ発売には至ってないんですけど、まああと1年後ぐらい、あと1年ぐらいかかるかなって思ってるんですけど、ちょっと完璧なバスクシャツ、一番自分のお気に入りの渾身のバスクシャツ作りたいなと思って、まあ、いろんな素材で今試し中なんで、気になる方はねぜひうちのバスクシャツ注目してお待ちいただければなと思います。来年の秋までにはね完成できるよう、今日々ね試行錯誤して制作中になります。はい、バイバイ。